鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンは未来ロード。日置市日吉町吉俊地区、人口900人余りの小さな町です。この物産展は町で唯一のお店。ここには町民から絶大な人気を誇る名物があります。それが巻き寿司。美味しいでしょこれ。実はこの巻き寿司には地域活性化への熱い思いが込められていました。今回未来への思いを綴るのは南電ファームの皆さん。吉俊地区公民館と地元の女性たちが立ち上げた地域おこしグループ南電ファーム。60歳から80歳代の女性15人が地元の食材を使った惣菜やお弁当を作って町の活性化に取り組んでいます。今年5月には発足2周年を記念して餅つき大会を実施。昔ながらのお餅の作り方を子どもたちに教えました。そんな地域への愛情がひときわ注がれているのがこの巻き寿司です。地域食材にやっぱりこだわりながらやっていくのが一番いいのかな。地域食材、そう、巻き寿司の材料となるお米やお野菜はこの地区の生産者によるもの。月曜日限定で巻き寿司を作ったところ、その味が絶品だと大好評。店頭に並ぶと待ってましたとばかりに地域の人たちが次々に購入して、あっという間に完売です。毎週月曜日は買います。野菜がこう結構椎茸とか人参がこう染み込んでてすごく美味しい。子供の頃思い出すっていうか、地元の食材でできた昔ながらのやっぱり料理、食の伝承とか後継者として連携して広めていきたい。メンバーたちの地域を思う気持ちが町のソウルフードを誕生させました。過疎化と高齢化が進むこの地域は食で未来を見つめています。南電ファームの皆さんが綴る未来への思いは、地元食材で作る料理で住民を笑顔に、地域の未来を支えていこう。